コルネリウスよ、また森へ行くのか。近頃はすっかり人が変わり、勤勉に努めると思うたが、それだけは変わらぬ。森の目力にどれほど魅力があろうと、お前はこのタイタニアの王子、分別を持って遊びをほどほどにするがよい。陛下、若いうちは羽を伸ばしたいもの、王子も分かっておいででしょう。出しゃばるな、王の道化め。いい悪宮廷魔術師を道化とは、これは手厳しい。父上、以前にも申し上げましたが、遊びなどではありません。私は真剣にあの方を思っています。おじの話はしただろう、思い出せ。お前も同じ過ちを犯そうというのか。我が兄は村娘に熱を上げ、戦後の不況を買った。国を去り苦労した挙句に病に伏したのだ。あの方は身分のある方です。村娘とは違う。王家に釣り合わぬとは思いません。王国なき王女か。どんな思惑でそなたに近づいたのか。あの方を侮辱するのはやめてください。いくら父上とはいえ許しがたい。コルネリウス、お前にはもっと美しく名誉も財産もある姫を考えておる。森の王女とやらにもよく言い含めておくがいい。何とおっしゃろうと、この気持ちは変わりようがない。父上が認めぬなら、私が王族の血を捨てるまで。コルネリウス、待て。陛下、王子もそのうち目が覚めましょう。今しばらくはそっとしておかれては。ここは一体どこなんだ。これは私の体が、この姿、これではまるで獣ではないか。何が起こったというんだ。夢を見ているのか。いや、陰鬱で湿った冷気が痛いほど肌を突き刺す。これは現実さ。この荒涼とした尋常ならざる風景、生き物の気配がまるで感じられない。話に聞いた死者の土地があるならば、おそらくここがそうに違いない。どこであろうとも戻ろう、私の国タイタニアへ。姫のところへ戻ってみせる。待て。お前の匂い、タイタニアの王族ではないか。いかにも、私は王子コルネリウスだ。気がつけばこのような姿でここにいた。コルネリウス、目は見えずとも分かるぞ。確かにお前だ。暗がりから語りかける恐ろしい声、何者だ。名乗ったところでお前は死んじまい。来るな。すでにこの身はウジやシデムシの食いかす。見れば恐ろしさにお前の魂は震えおののき、血潮は凍りつくだろう。それを取るがいい。お前に必要なものだ。タイタニアの王子ならば持つ義務がある。いずれはその剣がこの身の素性を明らかにしてくれよう。私に何を望む。あなたなら私に何が起こったのか知っているのではないか。
進め。これ以上の不幸に見舞われたくないなら祖国タイタニアを目指せ。そこに運命が待つ。待ってくれ。眠らせてくれ。消えてしまった。ああ、これは夢、幻だ。私はいつものベッドに寝ている。そうであってくれ。早くこんな悪夢から目覚めて、柔らかな日差しにまどろむ朝を迎えたい。だが、行こう。行くしかない。今は。あなたに伝えねばならない。そう、とても大事な言葉です。いつもの場所で待っていてください。今までの優柔不断な私と一切を決別する。恋しい人よ、風よりも早くあなたのもとへ。コルネリウス様。どこに行った？毒を塗った私の短剣、拾っておくれ。痛い痛い。肉はそげ落ちてもこの痛みは永遠に変わることはない。せめて気を失うことができるなら痛みも和らごうに。それもかなわぬ。許されるべく祈っても救いはなかった。罪深いあなた、私の懺悔を聞いて。思いが湧いただの、欲が出ただのと翻弄された我が苦しみ、飾り立てた言葉に隠された。毒殺するなら毒薬はここに。あいにく暗殺用のナイフは手持ちにはないが。支配するこの土地に聖者の気配がする。なんだ、希望という名の罠か。だがわしに失うものなどない。あるのは恨みと憎しみ、慈悲は忘れた。むき出しの骸骨め、そこで止まれ。誰だお前は。名前などとうに覚えてはおらぬ。お主こそあてもなくさまよってどうしようというのかね。毛量どもに群がられてすぐに引き裂かれてしまうだろうよ。ではどうすればいいというのだ。お前、ここを出たくはないか。それにはこの腐
された土地を治める女王の許しがいる。彼女の元まで案内をしてやろう。その代わり一緒にここから連れ出してくれ。いいな。調子のいいやつだ。責任は持てないぞ。さあ来い。声を立てるな。あいつらが集まってくる。何をしておる。ろうそくからあまり離れるな。明かりがなければ潮は見えないぞ。
これはどういう由来の剣なのだろう。恐ろしいほど切れる、まさに魔法の剣だ。その通り。ドワーフどもが勝手にここの宝石から作り出した剣、生きて死の国に落ちたる罪深き者よ。何故その剣を持つに至ったかは問うまい。女王の慈悲を乞いたいなら速やかに私に渡せ。さすれば安らかな死を与えよう。あなたが冥界の女王か。私はタイタニアの王子だ。なぜ私がここにいるのか、私自身にもわからないのだ。生きる者の世界に戻してほしい。この地に一歩でも足を踏み入れたなら誰も出ることは許さない。お前が何者であろうと関係はない。なまじ生きた体など持っているから出たいなどというのだ。ここは死者の国、死を得ればここの良さもわかる。いいだろう、行くがいい。私の庭から出てもタイタニアに行き着くまでには魔王の領土が広がる。あの男のしもべたるワルキューレどもが目を血走らせ侵入者を見張っておるわ。丘一つ越えるまでもなく捕らえられよう。無駄を悟って嘆くのはお前の勝手だが、教えておかねばならぬことがある。生きて死の国に落とされる者は私が裁かねばならない罪を背負う者。そのような輩は亡者となっても安らぎを得ることは許さぬ。死霊どもに引き裂かれながら永遠にさまよう定めにあるのだ、その者たちのように。だが私は罪を犯してきたのではない。気がついたらここにいたのだ。冥界の女王よ、私は行く。これが何かの間違いだと証明してみせよう。お前の猥小な生涯などひとときの夢、死がそれを覚まさせてくれるだろう。お前が力で得たのは刑の執行猶予。死後に招かれた時、
魂の安らぎはない。プーカはいずれ燭台を掲げ、永遠に不毛な土地を照らし歩くのだ。心しておけ。こうして死の国を抜け出したが、女王の警告通り、たちまち恐ろしい魔王の囚われの身となった。